井上尚弥選手の次の対戦相手についてなんですけど、まさかのサム・グッドマンではなくドヘニーが最有力なんじゃないかというふうに今も言われていて、うん、まあでもね、そこはサム・グッドマンじゃ俺はもう全然ぶっちゃけ面白くない物足りないですか、あのやっぱり上手いタイプ、はい、サム・グッドマン上手いタイプで雑なところがあまりなく、パンチ力も別にそこまであるけどなくってなったら、もう一番格好のエジピス井上尚弥、やっぱり、ね、だからネリが雑、ね、ちょっと雑な部分あるんです、だからやりづらかった部分あるけども、うん、もう上手いタイプじゃ無理っすよね、うん、俺も試合ね見たけども、なんかサム・グッドマンがもう勝つイメージが分からない、全く分からない、うん、あのボクシングで12ラウンドじゃあサム・グッドマン井上尚弥 KO するってことは、俺はもうあのね、サム・グッドマンの試合見てもまあありえないなと、かといって12ラウンドポイント取って12ラウンド井上尚弥から逃げ切れるかっつったらそれも想像つかないです、もう中盤で疲れると思う、プレッシャーで井上選手がちょっと抜けてるんだよね、すごい強いっすもん、うん、ライバルがちょっと思い浮かばないぐらい今のところだから、ね、いないっすね、これでやったら面白いけど、そうなんだね、もういない、今いないスーパーバンタムじゃいないいないいない、自分がやっぱりね昔やってた時のチャンピオンとか思い浮かべちゃうんだけど、はいはい、例えばだけど昔バンタム級もスーパーバンタム級もどの階級もねやっぱ素晴らしい選手すごい選手っていたんだけど、はいはい、スーパーバンタムでやっぱり強い選手って言ったら、あの自分が現役でやってた時とかだといたから、はい、例えばあのもうちょっと脱線して悪いんだけどマルコ・アントニオ・バレラとかバレラね、はいはい、エリック・モラレスとか、はい、パッキャオもね、パッキャオもそう、うん、アストラリアってみんなパンチ力もあるじゃないですか、そうそうそう、だから試合でどっちが勝つか分かんないよ、そうそうそう、だからあの時代に井上選手いたら面白いだろうなとかって、はいはい、これはマニアックな話なんだけどね、ちょっとマニアックな話でね、時代がねもう分かんないですよ、あのところとどっちが今いたとしても、もしいたとしても井上尚弥がいたら平凡な選手になってしまうのか、うん、ねえ、そう実際でもドヘニー選手はパンチ力あるっていう、まあ、ドヘニーだから、まあ、グッドマンドヘニーだったら、まあ、ドヘニーの方がまだ面白いかなと思うけども、まあでもどっちとやってもなっていう、なんかね派手さがないんだよなどう見ても井上尚弥が、うん、あっさり勝つイメージしか使えない、ちょっと抜けてんだよななるほどですね、パッキャーと同じ世代だったら面白いだろうなと思っちゃうからな、まあ、そうですね、うん、ねパッキャーはすごかったからな、まあ、そうなったらもうフェザー級行くかね、フェザーでも行きそうじゃないですか、そのうち、ね、最後ね、最後はフェザーまで行くと思うんですよね、実際フェザーじゃねえんだよな、どうでしょうか、その今の階級にいて、そのアフマダリエフ、まあとカシメロいますけども、まあ、だったらカシメロやっぱちょっとカシメロも強気ななんかイケイケな部分があって雑な部分がある、はい、だったらまだカシメロはどっちかって言ったらまあ、ね、まあ、ネリとか、まあ、そっち寄りのタイプかなと、うん、ちょっとやんちゃなイメージもあるし、ね、そうそう、だからそっちじゃないと、うん、もう最初からもう、あ、やべえ、強えと思って臆してやっちゃうと、うん、絶対もうダメなんですよ、うん、そうそうそう俺のパンチで倒してやるぜぐらいの気持ちじゃないと、うん、あの絶対勝てないと思うんです、うん、ちなみにあの YouTube で佐藤代表がカシメロと、サム・グッドマンですね、はい、の試合を組むんじゃないかっていうふうに、ね、なるほど、してやるんじゃないか、正幸は今そっちの自分の方でカシメロ、サム・グッドマン、うん、それを何組むかもしれないみたいなっていう、はい、勝者がこれ、それでもカシメロだと思うんですけどね、あ、ほんと、へ、うん、そっか、うん、まあ、なんだったらほんとぜひやってほしい、やってみてほしいね、うんうん、で、勝った方が、まあ、井上選手とかっていうのは一番盛り上がるのかなっていう、ただもう井上選手ももういい年でしょ、まあ割と 30じゃない、30、いやいやもう31、あー1か、まあでも31歳まだまだですよ、あ、そうそう、今の時代は、うん、何歳まで、僕だって31歳チャンピオン取ったんですよ、え、30取ったんですよ、何歳までやったの、37歳です、ほんとか、まあもういっぱいしたからなっちゃうな、実際そのカシメロ井上戦になった場合どういった展開が予想されるというのか、まあカシメロはおそらく割と自分から手出しに行って、うん、行きそうだよね、ガンガン行きそうだよね、行くけども、まあ、結局井上パンチをもらって、うん、撃沈結果そう、井上選手のイメージはさ、攻めてこられても
アウトボクサーされてるボクシングさんでもどっちもさ、どっちもできる、どっちもできるんですよ。ねえ、もうだから今のところパーフェクトな選手なんだよね。はい、そうですね。うん。だからそう考えると一番こうね、こう危なかったというか一番ちょっと苦戦したのがあのノニとドネアだよね。あ、ドネアがやっぱりパンチあるし、あれ、ね、パンチあるしカウンターうまいし、うんうん、そうそう。でそういうのが怖いですよね。カウンターうまいやつでパンチあるやつ。スーパーバンタムで今もう本当に相手がまあいないっすねっていうところで、じゃあ階級を上げるっていう選択肢になるのかどうなのか。まあいないから階級を上げるっていうわけではないと思うし、やっぱスーパーバンタムちょっと体慣らしてね。もうちょっとやってほしいね。やっててもいいと思うんですよ別に俺は、うん、いねえからじゃあ上に上げろって周りが勝手に言うんじゃなくて、はい、ね、それは本人の都合もあるじゃないですか。まあそうね、やっぱりいきなりそんなじゃあこの階級だったらフェザーってやっぱでかいもん、うん、いや慣らしていく分にはいいんじゃないですか、ね、うん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 、まだねちょっと早いのかなって。全然、うん、スーパーバンタでまだ無双してもらって、うん、でフェザー上げても面白いと思うんですよね。うん、それこそジャーボンテがいたりとかっていう。ジャーボンテだってライト級です。ライトっすよ。 58.97kg のスーパーフェザー級の契約なら実現可能みたいな。いやデイビスってことですけど、落ちるかな。デイビス、あとな井上選手いきなり上が分厚いから。分厚いですよね。フェザー級もやってないのにスーパーフェザーっていうのもね、多分そうですね。変な話だと思うよ。じゃあ、まあデイビス的にもライト級もきついって感じなんですか。あの感じだとでもライトも結構体重きついのかなって思いますけどね。まあ、それでスーパーザー契約って言ったら、いや多分無理だよ。無理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 。あの落とせたとしてもそこがピークでいい動きはできないと思うんだよね。うん、現状って本当にね違うからね。まあまあそうですね。思った以上なことから落としてもリカバリーでなんとかなるとかってそういう考えでもないです。違うんだよなやっぱり。うん、限界っていうのがあって、うん、無理やり落とすのはやっぱ良くないかな、うん、と思うんだよね。あの落とせるものは落とすとかっていうのは、でも無理して落とすと、あの計量割ってね食べたとしても戻らないのよ。なんか、うん、だから、まあ、自分もね、あの元々ライトフライ級でやってて、はいはい、うん、で減量、まあ失敗した時もあって、で結局フライ級に上げたんだけど、やっぱりね、あのフライ級に上げた時はやっぱ自分より相手大きかったんだけど、はいはい、でも減量がなくなってしっかり食べれる、あの上手に減量できたせいで、はい、全然動き良かったし、俺自分よりは大きかったけど相手、うん、もうバッタバタ倒せた、うんうん、だからね減量っていうのが本当難しい。ちょっと適正なのがいいと思う。無理やり落とすっていうのは本当に良くないんだっていうのは俺は分かるから、うん、あんま成功した人いないもん落として。まあ、一番いいのは当日計量ですね。やだと。いやでそうするとみんなやっぱり限界までやらないじゃないですか。なるほど。やっぱある程度耐えるかもしれない。そういう意味で。そう、うん。そうなると当日計量だったら計量オーバーする人多分ちょっと減ると思うんですよ。あ、逆に。逆にやっぱりそっか、ね、そんなにもう一日あるから、うん、もう限界までとして一日リカバリーしようってなるじゃないですか。うんうん、当日計量って結構大変じゃないですか。体力戻んないですから、うんうん。僕アマチュアでずっと長いから130センチやってるんで毎日当日計量なんですよ。トーナメントに5試合とかあると1週間で、うん、毎日当日つけるんで、やっぱりこう自分の体力を考えるから、うん、限界まで減量する人っていないんですよ。なるほどね。そっか、そう考えると当日計量にするとあの無理しない減量になる。そうそうなんだ。分かる。そう、なるほどね。ああよしよしだね。うん、まあちょっとそっかね、まあ、ちょっとね話ずれたけどもね、うん、すごい。でもボクシングトークでは面白い話だよ、はい、これは、うん、確かに。実際あのお二人なんですけど、井上選手と、まあ、今相手がいないっていう話ですけど、はいはい、実際誰とやってほしいみたいなありますか、うん、この試合が見たい。まあスーパーバンタムじゃあぶっちゃけ、まあ、特にないけども、あ、まあそれ言うんだったら、まあやっぱ今思うのは、まあね、中谷選手とかが、まあ、日本人だったらいいかなと、うん、最有力かな、うん、中谷今バンタムかな。今バン、いや、今あバンタムス、バンタムス、まあ、もしかしたら、まあ、もう 1,2 戦で上げる上げるかもみたいな。早いね。体格的にやっぱりでかいっすね。結構大きいんでね。でも階級変えたばっかりじゃない。1階級飛ばして、はい、ね、フライ級だったでしょ。
フライ級でやってくれたこと自体がちょっとすごいよね。すごいですよね、うん、まだ若いっていうのもあるね、やっぱ年齢的なもの。これがもうやっぱ30近かったら、あのとっくにと、ね、はいはい、フライ級ではできなかったと思うんだけど、まだ若いからね、こうできて、ね、どんどん上げていく。中谷、まあ、パンチもあるし、ね、結構いろんな角度からパンチも打てるし、まあ、技術も高いんで、そう考えると、そしたらなんかバンタムで見たいっていう風になっちゃうけどね、話が。まあまあまあ、他の選手の手がね、うん、バンタム熱いからね、よりも、うん、今ね、うん、実際その今上がりました、じゃあ井上選手対中谷選手が実現した場合はどう予想しますか、うん、お二人は。やっぱり、まあ、ありきたりな答えで言うと、あ、もうさらに乗るでしょっていう答えの、まあ、それはね、今の現時点の、ね、うん、感じで、もちろんやってみなきゃ分からないんだけど、うん、キャリアも違うしさ、うん、あのやってきた相手もね、やっぱ、うん、違うからね、うん、ただ一番面白いから、今後、中谷がさらにもっと強くなる、ね、ね、うん、うん、キャリア積んだりなんだりしてね、俺は逆にデイビスとやってほしいな。見たいっすけどね、見たいっすよね、見たいですけど、非現実ですもん、非現実的です、それはさすがに。そうそう、でも、もちろん、まあ、やることはないと思うけど、もしやったらどうなるのかなっていう、まあね、サウジアラビアじゃあ、どこまで井上がやれるのかな、お互い、じゃあこの階級合わせたら、お互いファイトマンに100億ずつ払ってたら、やるかもしれないですね。そうですね。ねデイビスはまあやるだろうけど、あの井上をそこまで上げてやるかっていうことだからね。まあそれはね、でも逆にね、絶対がたい的にはちっちゃいけど、はい、でもそのね、がたい的に小さい井上選手がどこまで戦えるのかなっていうのをちょっと見てみたい。まあまあそうですね。うちもやってたでしょ、あの大きい選手と。めっちゃやってました。スパーとかデルタとかミドルとかやってましたよ。うん、俺もやってた。俺もあのすごい自信あってさ、パワーとかさ、うん、もう全然フェザー級とかもう全然、うん、ライト、はいはい、もう全然やってた。ましてミドルもやったことあるし、うん、うん、結構好きなんだよ、ね、実際でも井上尚弥選手とデイビス選手身長そんな変わりなくて。そうですね、デイビス小さいですからね、うん、デイビス66、うんうん、しかもデイビス選手来月防衛戦もありますし、楽しみになる選手、フランク・マーティンっていう WBA ライト級2位選手と防衛戦で1年ぶりぐらいですよ、あれ確か1年そんなそんなもん。去年の4月にライアン・ガルシア、もう去年の4月だね。そうです、そうです。あ、そうなんだ。あそこでも今でもやっぱ倒し方がすごかったから、いや今でもなんかまず最近のような感じの大きさですよね、